どうも、庭園アクアリスト黄昏です。皆さん、以前アップした30センチキューブ気鉱石レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？忘れてしまった方は概要欄に再生リストを貼っておきますので見てやってください。240日という歳月をかけて完成したこの水槽、その後も特に問題なく管理ができており、水替えや苔の掃除などをしているだけで1年間が経過しました。個人的には結構うまくいったと思う水槽であり、その後の安定性も抜群なので文句なしだと思っています。そんないい感じの水槽がやはりと言うべきか結構大変なことになってきたので、今回は動画で紹介していきます。それでは早速やっていくんですが、前回はレイアウトが全盛期を迎え、追肥もしてないのにその綺麗さを維持しているというところまでをお届けしました。何度かトリミングも行っているんですけど、一向に衰える感じはせず、自分の水槽とは思えないレベルで安定しています。こうやって見るとやはり水草がモサモサで適正な数の生態がいるということが重要な気がしてきますね。基本的に過密気味なので、そこから苔が生えて水草が弱るというのがいつものパターンなので、そのバランスが偶然にも噛み合った結果だと思います。おまけにレイアウトに使用している石も気鉱石ということで、あまり水質に影響を与えないのも良かったです。有形層は陰性水草と違って成長速度が速いし、トリミングや手入れが大変ですけど、その分余分な栄養をしっかり吸ってくれるので、苔抑制という意味でも頼もしい存在です。あと動画的にも変化があっていいですね。そんな状態から2週間が経過した映像がこちら。だいぶストロギネレペンスが伸びてきましたね。中継層としても扱いやすい部類であるこの水草も、放置し続ければこれだけ長くなるということが分かりました。腐っても有形層ということで、やはり放置は厳禁ですね。ロタラ SP ハラもすぐに水面に到達してしまい、何回もトリミングを繰り返したとは思えない生命力を感じます。あと先ほどの映像よりなんかライトの光が青っぽいなと思った方は錯覚ではありません。本当は赤の波長強めで、先ほどの映像のように鮮やかな映像を撮影したいんですが、そうなると室内で製品などを撮った時になんか赤っぽく見えちゃうんですよね。これはおそらくカメラが補正をかけてるせいだとは思うんですが、製品の撮影とかライトを寒色にするといい塩梅で撮れます。ガチの人ならそもそものカメラの設定を変えるんでしょうけどね。ちなみに水草に必要な光の波長は基本的に赤と青と言われており、 RGB ライトの緑はそこまで重要ではないようです。ただ人間が観察した時に白い光に見えるように必要なだけらしい。まあ意味ないことはないでしょうけど、植物ガチ勢の方たちが紫色のライトで育成していることを考えると、圧倒的に赤と青が重要なんでしょうね。続いてそこから一気に2ヶ月経過した状態がこちら。なかなかにすごいありさまです。別に苔まみれとかそういうわけではなく、ただ単に草がボーボーになってるだけです。特に左手前のストロギネレペンスはもはや水面に到達する勢いです。他の水草に関しても荒ぶっていて、ヒドロコティレとかも隙間を縫ってランナーを伸ばしていますね。もはやあれだけ頑張って作った気鉱石の山岳も全く見えておらず、ただただ水草が生い茂っているだけの水槽になってしまいました。これはこれで自然を感じられていいんですが、当初のコンセプトが崩壊しているのは間違いありません。これだけ無法地帯になっているにもかかわらず、ガラスパイプがピッカピカになっているのを見るに、ちゃんと管理はしているということは伝わるのではないでしょうか。
単にトリミングをサボっているだけで、毎回水替えはちゃんとしています。近くから見るとこんな感じで、水槽の際の部分はなかなかプロホースが届かず、デトリタスが堆積しております。水草に関してはどれも綺麗で、全然苔が生える気配もありません。その中でシエビが隠れていたり、自分一押しの生態であるパラドックスフィッシュが潜んでいたりします。中継に植栽しているベトナムゴマノハグサはヒドロコティレに負けそうになっていますが、なんとか頑張っているようです。ニードルリーフルドビジアに関しては茂みになる気配はないんですけど、しっかり赤みを帯びていて綺麗。ロタラは相変わらず水面に到達しており、水上にはこのように水上葉が生えてきています。これだけ傾斜がすごいとこうなるのは必然で、2ヶ月以上トリミングしてなかったらセルフ水上栽培ができるわけです。ここをトリミングして新たなストック水草を作るのもありですね。さらにそこから1ヶ月経過した状態がこちら。もはや語ることがないんですが、なんとなく勢いが収まってきた感がありますね。先ほどの2ヶ月経過した映像はだいぶジャングル感増してたんですけど、1ヶ月後はそこまで変化がないように感じます。ストロギネレペンスの伸び具合を見ても劇的に長くなっているようには見えませんし、他の水草に関しても同様です。ただ唯一変化があるなと思った点は、徐々にストロギネレペンスが白化してきているかなというところ。さすがに今まで追肥なしでやってきたツケが回ってきたのでしょうか。というか1年と3ヶ月追肥せずにここまでやってこれたのが逆にすごいレベル。セオリーでは有形層を育てるならソイルの養分が切れた後は追肥が必要になるはずですが、この水槽に関してはマジでいりません。やはり苔がつけ入る隙がない、このバランスが大事なんでしょうね。ここに来てようやく肥料切れの兆候が出てきたのが遅いくらいです。ちなみに水上葉になっていたロタラはちょうどエアコンの風が当たりやすいところに置いているため、なんかカラッカラになっちゃいました。これでは水上栽培に移行するのは無理そうです。そこからさらに1ヶ月経過した状態がこちら。ここに来て明確な下り坂に差し掛かってきています。先ほどまでの勢いはどこへやら、ロタラもなんかヒョロヒョロですし、他の水草もなんとなく元気がない。なんでか知らないんですけど、一番伸びていた左手前のストロギネレペンスはお辞儀していますし、全体的に苔が目立ってきました。なんとなく先ほどより暗くて小汚い印象を受けるのも水草たちの元気がないからだと思います。近くで見るとこんな感じで、シュリンプたちが掃除をしていくついでに勢い余って元気がない葉を食い荒らしてしまい、穴が開いているやつとか葉が落ちちゃってるやつとかが散見されます。まあ逆に元気がない葉を選別してくれてるシュリンプに感謝するべきなんですが、やはり全ての水草に活力がありません。あれだけ元気だったヒドロゴティレもストロギネレペンス同様白化しているようですし、本来なら追肥が正解なんでしょうね。ただ正直ここまで来ると一斉にトリミングするのもあれですし、経過日数を考えても下手にこねくり回さない方がいい気がしてきました。というか根本的に自分のこの水槽に対するモチベーションがこのまま維持できなそうというのもあります。さすがにそろそろ1年と半年が経過する水槽を変わらない状態でメンテしていくのに飽きが来てしまった感じです。それなら一層リセットして新しいレイアウトを作った方がいいんじゃないかと、そっちの方に気持ちが傾いています。しかしなかなか新水槽のコンセプトが定まらないし、立ち上げるならまとまった時間が必要なので二の足を踏んでいます。おそらくこの水槽はこのままだとジャングルになりつつ、苔が徐々に幅を利かせてくる流れになると思います。とりあえずこの先のことは未来の自分に任せるとして、
これからどうなっていくかを皆さんにも見届けてもらいますので、よろしくお願いします。次回はこんな状態からダメ元でとあることをやっていきますので、お楽しみに。というわけで今回はここまで。